1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で姿を消しました。それらの中には、北朝鮮による拉致の疑いが濃厚な事件が多数ある。日本政府は1991年以来、機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきましたが、北朝鮮は長きにわたり拉致などありえないと堅くなに否定し続けました。2002年9月17日、平壌で開かれた日朝首脳会談で、北朝鮮は日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。しかしながら、北朝鮮側が伝えてきた内容は、生存者は5名のみで、8名が死亡、2名は未入居というものでした。2002年10月15日、北朝鮮が生存を認めた5人の拉致被害者が、24年ぶりに日本の土を踏みました。日本政府はこれまでに17名を北朝鮮による拉致被害者として認定していますが、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された人以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、全力で真相究明に努めています。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。私の母早紀江は現在87歳です。本日も本シンポジウムに無理をして参加させていただいておりますが、体の衰えを隠すことはできません。有本恵子さんのお父様、明宏さんは95歳の中、救出を求める声を本日も遠路から参加されて、自分の娘さんと会うために必死に行動されていらっしゃいます。どうしても拉致された自分の家族、子供と再会したい、自由な日本の地に取り戻したいという一心で言葉を武器にして戦っています。北朝鮮の工作員たちが日本の領土に侵入し、主権国家から無実の日本人を拉致しているのです。誰かの問題ではなく、国民一人一人が試されている人権問題なのです。もし自分自身が一方的な暴力による現状変更、つまり工作船の船底の鍵のかかって部屋に閉じ込められて家族との絆を引き裂かれたらどう考えるか、皆様の大切なお子様やご家族が暴力的に拉致された挙句に、食料も十分な医療の恩恵も享受できない中で、50年近く人質として拘束されたと考えたら、このままで良いのかと考えてほしいと思います。日本人拉致被害者はですね、この24時間、北朝鮮の当局の人間によって監視をされていると言われておりますけれども、自由は一切ないと言っても過言じゃないと思うんですね。で、仮に文句の一つでも言おうものなら、これは日本人拉致被害者に限らずですけども、それこそ強制収容所に連れて行かれて、本当に想像もできないような重労働、強制労働させられたり、もしくは本当に下手をすればその場で処刑されてもおかしくないわけですよね。本当にそういう現実がそこにあると思うとですね、多分私だったら本当に耐えられないんじゃないかなと思うんですよね。だから本当そういうこの環境があるこの現実から一日も早く解放してあげたいと思うわけです。北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？あなたがいなくなってもう42年が過ぎて、お母さんたちは本当に一生懸命に助けてあげたくて、たくさんの被害者の方たちと国民の方たちと一生懸命に戦ってきましたけれども、まだあなたの姿も声も聞くことができません。みんな年がいってしまって力がなくなってきて、本当にどこまで頑張ってあげられるのかなと、この頃は本当に
寂しい思いでおります。めぐみちゃんはどんなふうに過ごしているんでしょうか。どういうところにいるんでしょうか。お母さんたちがみんな、どのお母さんやお父さんもそのことを考えて思い描きながら毎日暮らしています。本当にこんな残酷なことはありませんけれども、助けてあげられないお母さんたちよりもそんなところに連れて行かれて、本当に考えられないような場所に置かれて、そしていつも空を見ながらお父さんやお母さんや兄弟やお友達や日本の懐かしいことをたった13年間だけしかいられなかったその姿を思いながら、本当にどんな思いで暮らしているのかなと考えるだけで、もう本当にもうどん底に落ちていくような思いです。どうしたら助けてあげられるのかということが分かりません。たくさんの方が励ましてくださっています。どうか失望しないでください。必ず帰ってくることができるから、必ず誰かが力を出してくれるから、その時に必ずバチッと焦点があってあなたの姿が現れると私は思っています。中学校1年生の時に学校の帰りにもう自宅近くで北朝鮮の人に連れて帰られたんじゃないかと言われておりますが、そしてそれが船に乗って北朝鮮に行くまでに非常にめぐみが行きたくない、お母さんお父さん助けてって言ったりしたんですけど、無視されて、連れて行かれて、それであんまり泣いたので船底に移されたっていうんで、そうすると爪がもうボロボロになってたっていうようなことを言いますから、なかなか本当かわいそうなことをしたなと思ってます。北朝鮮は死亡もしてないのに死亡したなんていうことはなくて、きちんとこの恵み の元気な恵みを日本に返していただきたいと思います。1978年6月ごろ、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。北朝鮮での生活の全容は分かりません。ただ拉致被害者はただ孤独を感じ、ただ子供を思い、ただ日本を思い出し暮らしているものと思います。しかもそれが45年という長い期間です。人生の半分以上です。彼女が、田口八重子さんが、横田めぐみさんが、そして拉致被害者が何をしたのでしょうか。ただ被害者の方々はそれぞれ自身がそれなりに懸命に人生を送っていただけです。それが北朝鮮の極悪な理不尽な理由で拉致をされ、北朝鮮の地に連れ去られ、人生の多くの時間や夢や希望も奪われ続けています。そしてそれは今も現在進行形で続いています。ですので、一刻も早く北朝鮮の地より拉致被害者を救出する必要があります。私は田口八重子の3番目の兄の本間勝です。北朝鮮による拉致被害者の皆様、新たな年が今年こそふるさと日本に帰ってこれますよう、拉致被害者家族と団結して支援して共に戦ってくれている人たちと一緒に頑張って拉致問題の解決に努力してきます。40年以上も自由を奪われ、人生を台無しにされた人々がいることを決して忘れておりません。八重子のふるさと川口では中学生や高校生に拉致問題を風化させないよう、北朝鮮の人権侵害問題を拉致被害者家族が訴え講話をしました。
多くの拉致被害者が帰国できずにいることに怒りを感じ、どうすれば帰ってくることができるか、拉致問題に関心を持ってくれました。最後にキム・ジョンウン委員長に訴えます。あなたにも大切な家族がいると思います。私たちにはその人たちに会うこともできないのです。すぐに返してください。八重子の写真を見ると、いまだに救出できずどうしているかと涙が出てしまいます。全国の皆様方もこの問題に相当関心をお持ちでしょうし、また、そういったことでは、国民の世論を、さらに盛り上げていただいて、今こそ国民が一丸となってこの問題に、取り組む地盤をちっと備えてほしいと、いうふうに考えてますし、我々もその地盤の上に立って、がっちりとした地盤の上に立っていろんな活動、総理との面会も含めてですね、活動をしていきたいなと。北朝鮮にいる被害者たち、もう本当に先ほども言ったように平成なんていう時代は知らないと、残念ながら。そういう中でですね、もう相当長い間待ち焦がれていると思うんですね。で、非常に気の毒でかわいそうで、私個人としても本当にごめんなさいと、いう言葉を投げかけるしかないと、いうふうに考えてます。もう少しだと思うんですけども、頑張って我慢して、生活に無理をしないように、やがて帰れる日本のことも考えながら、ぜひ、頑張って行っていただきたいと。一緒に頑張りましょう。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。母ちゃん、元気ですか？今どうしてますか？もう母ちゃんと離れ離れになって本当に長い長い時間が過ぎてしまいました。私も今年60になりました。私が60だから、母ちゃんが88になっても仕方ないよね。でも最近は、昔小さい頃母ちゃんと一緒にしたこと、話したこと、いっぱいいっぱい考えてます。妹も元気に暮らしています。私もずっと前に結婚して、もう子供たちも大きくなって、お母さんになった子もいます。なんとか母ちゃんに見てもらいたいといつもいつも思っています。最近は母ちゃんが夢に出てくることがありません。前は時々夢に出てきてくれましたよね。また夢に出て私を励ましてください。でも夢じゃなくて、本当に
本物の母ちゃんに会いたいです。私も元気で頑張るので、母ちゃんも何にもしなくてもいいから、とにかく元気でいてください。そしてみんな佐渡で待ってます。母ちゃんの帰ってくる日をいつまでもいつまでも待ってます。一日も早く帰ってきてください。ひとみより。1977年10月、会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。42年も経ちましたけども、42年経ってからなかなかその京子の、話も、あんまり思わしい話が出てこないので、元気でおるのか、どんな暮らしをしているのか、家族として、親戚同士も、親戚も一同にみんなが心配しながら、暮らしているこの頃ですが、私どももなんとか一日でも早く京子が帰ってこれるように、皆さんのお力をお借りして、そして一日も早く家の兄貴として、なんとか帰れないものかということを常々心には、思っております。国民の皆さんが松本京子が一日も早く帰れるようにと願っていらっしゃいますから、一日も早く元気なうちに、帰れるように、ぜひ家族としても一生懸命、帰れるように国民の皆さんに、応援をいただけるように、頑張っておりますので、ぜひ、体に気をつけて、元気を出して、嫌なこともあるでしょうけど、病気をせずに頑張ってください。なんとか、助かるように、一生懸命 お願いをしておりますので、ぜひ、一日も早く帰れるように、私ども家族で、頑張れるように応援してますので、どうぞ気を落とさずに頑張ってください。大人の人、それから子供さん、ちっちゃな子供さんでも、折り鶴を折ってくださるので、ぜひ、元気で、帰れることを願っておりますので、ぜひ国民の皆さんにも、帰れると、元気な姿で帰れるということを、一つ、お願いをしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。私の弟修一が北朝鮮に拉致されて37年になります。その息子の帰国を待ち続けていた母が91歳で旅立ってしまい、また父も99歳まで頑張っておりましたが、再会することなく帰らぬ人となってしまいました。周一に会いたい、周一が帰ってくるまでは元気でいなければといつも口癖のように言ってた両親に、一刻も早く会わせてやりたい、胸に抱かせてやりたい、その1年で戦ってまいりましたが、その願いを叶えることができなくて、
本当に悔しくて、残念で悔しくてなりません。世論の高まりは北朝鮮に対しても圧力になります。皆様方のお力をどうか私たち家族にお貸しください。あの土下座はですね、あの小学校あの遠足でよくね、あの登ったところなんですよ。あそこに登るといっぱい杉の花が咲いて、ほんといいところなんですよね。そうね、帰ってきたらあそこから一成の町を見せてやりたいですよね。吹上浜海岸から若い二人が忽然といなくなりました。私たち家族は23歳のこの時の顔でストップしたままなんです。今年60になりました。今年こそはきっと息子に会えると望み捨てずに春の来るのを待ち続けた母が6年前の11月15日に旅立ってしまいました。母が青い空を見上げながら、あの白い雲に乗って周一降りてこないかなとポツンとつぶやいたシーンがあるんですね。その一言が今も私の胸に突き刺さります。大空を見上げて思う愛しごよ、雲から降り立ついつの日なりやと母の心情を他に託しました。もし自分の家族がこんな目に遭っていたらと思って、拉致問題を中止していってください。忘れないでください。お力をお貸しください。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。覚えてますか、あの日のこと。1978年8月12日のこと、思い出したくもないでしょう。あの日から留美子の人生が180度違ったものになりました。自由があった日本から囚われの身になってしまったのだから、どんなに怖くてつらかったことでしょうね。私たちには想像をすることすらできません。何時間も暗い戦争に押し込められて、恐怖心で髪の毛が真っ白になったんじゃないですか。体の具合はどうですか。ちゃんと食べてますか。栄養は取れてますか。痛いところはないですか。足腰は大丈夫ですか。それだけが心配です。24歳で北朝鮮にいらっしゃされてから41年、もう66歳の誕生日を迎えましたね。いつどんな時でもあなたのことを忘れたことはないからね。日本に帰りたいよね。私も会いたいよ。あなたの姿は24歳で私の心に留まっています。あなたの声も忘れてしまいそうです。でも留美子の姿形を見れば、どんなに年を取ってても、おばあちゃんになっててもわかると思うよ。諦めないで。私たちも諦めないからね。日本中の人たちがみんなの帰りを待ってるよ。鹿児島弁覚えてるよね。熊本の阿蘇、鹿児島の桜島を、噴煙を上げて留美子たちのことを歓迎するからね。いつも笑顔でいてください。私たちも笑顔で留美子のことを待ってます。最後まで諦めないで、その日まで元気でいてね。姉ちゃんにお帰りなさいと言わせてね。待ってるよ。拉致被害者増本留美子の弟、増本照明です。ルミネ、元気にしてますか。ルミネが拉致されてから41年、長い年月が経ちました。親父と袋もずっとルミネの帰りを待ってたんだけど、もう力尽きてしまって、今ではもう
存在しません。でも兄弟、そしてルミネの姪っ子たちがルミネに会いたいと言っていつも祈っています。早く元気で帰ってくることを待ち望んでいます。長くこの問題が解決しないことは非常に残念ですけれども、政府には早く解決してもらいたいという思いと、だらしないこの国に対する怒りと、北朝鮮に対する怒りと入り混じっています。私には夢があります。右左関係なく国会議員すべてがこのブルーリボンバッジをつけて、一日に1秒でも2秒でも拉致被害者に思いを寄せていただくこと、私には夢があります。日本中の皆さん8割でもこのブルーリボンバッジをつけていただいて、拉致被害者に思いを寄せていただくことができれば、必ずその思いが通じると信じています。これまでも皆さんにはいろいろとお世話になりました。最後の最後まで、拉致被害者が帰ってくるまで、我々と共に祈ってください、願ってください。よろしくお願いします。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。すごいすごい、いやこんなになっちゃった。あらすごいね、お城がもうのこんなに崩れちゃって修復してるんだ。薫、3年半前に地震でこんなになったんよ。ねえ、素晴らしいお城なのに修復が18年だってかかるんだってよ。早くね、綺麗になるといいね。もう薫、元気に早く帰ってきて、これ見てちょうだい、ね、一緒に見て良くなるのを楽しく見ようね。帰ってくるといいな、薫に会いたいね。一緒に来たのに家族でみんなで、いや会いたい。5月は薫たちとみんなで来てたんだ。だからここはもうみんなね、なんか懐かしい。薫がね、横におったらなおいいがねと思ったけどだからしっかりともうお祈りしてきた。家族が、拉致家族帰ってこれます、ちゃんと言ってきた。お願いしとけば絶対願いは叶う1980年、兄が語学を磨くためスペインへ旅立ったのは私が7歳の時でした。あれから早41年の歳月が経過しました。くしくも私の子供も7歳で、子供を見ながらしみじみ長いな、結果を出すことができない自分自身が情けなく、北朝鮮で日本帰国を夢見ているであろう被害者たち、帰国を望む気力すら失ってしまっている被害者もいるのではないか、胸を締め付けられる思いです。2002年の小泉法庁で死亡とされた兄たち、政府認定被害者たちですが、北朝鮮側から提出された死亡診断書も信頼に足るものでなく、兄や横田めぐみさんのものとされた遺骨と称されるものはいずれも本人のものではないものです。これらのものは脱北者の皆さんはじめ第三者からもたらされたものではなく、他でもない北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国という国家、国としての意思で出したものです。何一つ死亡と信じるにたるものを出せないのは北朝鮮自身です。他人の遺骨を出したことについて釈明できないのも北朝鮮自身です。私たちは真実を、事実を知りたい、ただそれだけです。私たちが求めているのは自分たちの家族を日本に無事に連れ帰ることです。それが主たる目的であり、他のことがそれに勝ることはありません。
国として出したものが間違えているのですから、速やかに訂正し、誠実な回答を望みます。小泉訪朝から早19年になろうとしています。主眼は被害者を無事に日本に連れ帰ること。このシンプルな思いを軸にして、日本政府や被害者の帰国を望む国民の皆様のお力をいただいて、北朝鮮の国としての前向きな答えを望みたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。恵子、お父さんの明弘です。私は40年前イギリスからいなくなった恵子が北朝鮮にいると分かってから吸収するための運動を続けて35年になります。政府、外務省、議員の先生たちにもお願いをしてきましたが、本当に長い時間が経っても解決することができません。お父さんは今まで恵子を助けてくださいと泣き言を言ったことはありません。恵子一人だけが日本に帰ってきても解決だとは思いません。たくさんの拉致された人たちがみんな日本に帰ってきてもらわなければなりません。私は毎日朝から晩まで考えない日はありません。長い間運動を続けてきて、日本国一国の力では拉致された人たちを助けられないことがはっきり分かりました。拉致問題を解決するためには米国や世界の力の強い国が必要です。私は95歳になり、いつまで運動を続けられるか分かりません。たとえ私が生きている場に解決ができなかったとしても、日本国の最重要課題である拉致問題の解決への道筋が見えるように、お父さんは最後までいろいろな方法を考えています。恵子、長い間待たせているが、体に気をつけてもうちょっと待っていてほしい。恵子は他の方と違いまして、ヨーロッパの方から拉致されたんです。だから1982年に留学しまして、83年の8月の6日に帰る予定で、もうチケットも取れたって手紙が来ましたので、やれやれ思ってたんですね。あ、これで帰ってくると思ってましたら、それ以降音信が途絶えまして5年間だったんです。ところが1988年の9月の6日に突然北朝鮮にいるからというような手紙が届きました。ヨーロッパから連れて行かれた人は稽古を寄せて今のところ分かっているのが3人なんですけれども、この人たちは皆淀号ハイジャック犯の妻たちに騙されて連れてこまれたんです。稽古にしても親に申し訳ない、本当に心配させて申し訳ないという思いで向こうで一生懸命暮らしていると思いますのでね。だから子供ができたということも聞いております。だからその子供の成長を楽しみにきっと子も頑張ってると思います。私もなんとか稽古が帰るまでは元気でいたいなと思ってます。他にも日本政府が北朝鮮による拉致被害者と認定している方として、久米豊さん、田中稔さん、石岡徹さん、原忠明さんがいます。さらに北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、関係省庁、
関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する捜査、調査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。拉致問題解決のために、日本政府は国内外で様々な取り組みを行っています。国際社会では2024年1月現在、国連において拉致問題への言及も含む北朝鮮人権状況決議が、人権理事会では16年連続16回、国連総会では19年連続19回採択されています。また、2013年3月の人権理事会においては、新たに北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI を設置することを含む決議が無投票で採択され、国連調査委員会 COI は日本、韓国、アメリカ、イギリス、タイを訪問するなどして拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の調査を行い、2014年2月に最終報告書を公表しています。また日本政府は国際社会に向けて政府主催の国際シンポジウムを開催するなど、情報発信と連携強化に取り組んでいます。2023年6月には日本、アメリカ、オーストラリア、韓国および EU の共催により拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催し、拉致問題の一刻も早い解決に向けて国際社会の理解と協力を呼びかけています。国内においては2023年12月、北朝鮮人権侵害問題啓発週間中に政府取材拉致問題に関するシンポジウム、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けてを開催しました。このシンポジウムでは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害の実態とご家族の苦悩について、実際の生の声の訴えが行われたほか、朝鮮半島を取り巻く情勢の変化について、国際政治安全保障の専門家による講演が行われました。拉致問題は岸田政権の最重要課題でございまして、時間的制約のある人と気も揺るがせにできない人道問題であるわけであります。その解決には日本国民が心を一つにして、そしてすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示す、これが重要であると考えております。拉致問題は決して過ぎ去った事件ではなくて、今なお被害者が自由を奪われご帰国できない状態が続いている現在進行形の問題であります。日朝間に存在いたします不信感、これを打ち破って双方にとって明るい未来を描くためには、我が国が主体的に動き、トップ同士で関係を構築する、これが極めて重要になります。総理直轄のハイレベルで協議を行って、早期の首脳会談実現に向けた環境が整備されるように、総理の指示の下で政府一丸となって取り組んでまいります。また内閣総理大臣からも拉致問題の解決に向け力強くメッセージを発信しています。私自身、我が国自身が主体的に動き、トップ同士の関係を構築していくことが極めて重要であると考えております。私自身、条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合う決意であると申し上げているゆえんでありますし、全力で行動をしてまいります。日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていくという観点からの私の決意を、あらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現すべく
私直轄のハイレベルでの協議を行っていきたいと申し上げております。そのためにさまざまなルートを通じてさまざまな働きかけを絶えず行い続けていますが、早期の首脳会談実現に向け働きかけを一層強めてまいります。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に対する重大な侵害です。日本政府は拉致問題対策本部を中心として北朝鮮に対し全ての拉致被害者を一刻も早く帰国させるよう強く求めています。